おきこそきとれ。元暦2年3月24日の宇野国に、源平両軍船出して壇の浦にて、矢合わせとぞ定め、朝鮮もろとも三千余村、平家の軍を囲まんと焦り競いて、一段ぞ義経の旗本なりと、知られけるの先人は苦国一の豪の者を山鹿の兵道寺秀遠の精鋭500余村、二人は松浦と300余村、平家の金立ち200余村で、三人
どんな顔突き破れば。心中納言平の友森卿は船の三好に立ち上がり、味方の兵ども受けたまわれ、一門の運命この一戦にあり、何のためにか命を場を惜しむべき、戦よをせよ者どもと、再び三度呼ばわったり。Thank you.
すれば波高くして叶いがたく、この右輪に上がらんとすれば源氏、よそきを揃えて待ち受けたり、船手こぎても打ち果たされ、行くも知らず平家の船、あるいは沈み、あるいは漂い、源平の国門を抱き立て待つり、君は万丈の主と生まれさせたまえども、ご運すでに尽きさせたまいぬ、西方丈殿来光に預からんとおぼしめし、はやはやお念仏唱えたまえ、波の下にも都の空ぞと、幼なき帝もろともに、千色の海へぞ、
Oh,